あと、ちょっと今回、ちょっと自分が体験してきた、そう、中での話しかちょっとしてなかったんで、ちょっとうまく、まだちょっと話題に出してなかったんですけど、ちょっとごめんなさい、スーパーチャット読みの途中で申し訳ないんですけど、もう本当に、りょうらんさん、MVP です。もう、りょうらんさんはすごい！もう 一番稼働多かったんじゃないですか。ともすればその当日の稼働として。なんかもう、今影の MVP って言おうとしたんですけど、もうなんか影のっていうのもっていうレベルで、まあでも MVP っていうのもなんか、すごい！両蘭さんは本当に気がついて、こう、公式の配信見るともう必ず出てらっしゃる。で、すれ違ったんですよ。確か、ロフマオのステージの直前かな？バックの通路ですれ違って、一言目が、いや、社長、今回大変でしょう。すごいね、忙しそうでしょ。あなたほどじゃない。あなたほどじゃないから いや、もうなんかすごい それも含めて、涙が出そうになったもん。だって別に裏でそのすれ違った時だよ、もうしんどいよみたいな言ってもいいよ。3日目ですよ、しかも。だからロフマオのあれですれ違ったんで、別にちょっと疲れたの一言ぐらい言ってもいいわけですよ、裏だったら。言わないから。いや、大変でしょう、私に言ってくれるんですよね。いや、すごい、本当に感動したっていう話もしたかったんだ。その話を、そう、どうしてもしたかったの。そう、挟み損ねてしまっていた。